前線が日本海から南下している影響で、東海地方は岐阜県を中心に未明から雨が降っていて、降り始めからの雨量は午前11時現在、郡上市長滝で 52.5 ミリ、白川村三幌で 44.5 ミリを観測しています。この影響で土砂災害発生の危険度が高まっているとして、現在、白川村と郡上市に土砂災害警戒情報と大雨警報が、白川村には洪水警報も発表されています。気象台によりますと、雨は午後も降り続き、岐阜県では夕方にかけて断続的に雨が降る見通しで、愛知県では夜遅くにかけて非常に激しい雨が降るところがある見込みです。